音楽っていいな。また今日もうまくいかんかったな、スタート。まあいいってことでしょう。皆様こんばんは、松下さとみです。1ヶ月は早いもので、もう10月の末、10月の今日は24日の第4木曜日ということになりますけれども、今月は各地、まあ今回ね、台風のまた、被害に遭われた方も多くて、ニュースを見てるとね、ちょっとね辛いなと。あんなに警報あのがあったんだけど、やっぱり命を落とす方がいらっしゃったりとかして、残念だなっていうこともありましたけれども、でもあのちゃんとね、言いつけを守ってっていうのもあれですけども、自分の命は自分で守ろうっていう気持ちが、ずっとまあ昔から比べたら、前の台風の時、その前の被害あった時とかに比べたら、だいぶ皆さんの気持ちもね、あの気をつけなきゃって、よし、もうあんなに思いは、あんな思いはしたくないっていうようなことで、きっとあの心の準備といろんな準備をされていたおかげで、まあ、被害はあったところはあったけれども、だいぶ少なく済んだのが、まあね、良かったかな、そこは良かったかなと思いますが、まだまだね、また体育館とかで、頑張っている少年たちのニュースを見ると、早くねお家に帰れたらいいのにななんて思ったりとかしますけれども、一日も早くなんとか、前の暮らしにね、お家に帰れるように、心からね、なんか祈るしかなくて申し訳ないんですけれども、お祈りしたいなと思いつつも、もしかして、インターネット上とか、まあ、YouTube とか、あとラジコでこの番組をもしかしたら聞いてくれている人いるかもしれないね、東北の方とか被害に遭われた方々、そんな人たちにも、まあ一瞬のね、ブフって笑えるような、ちょっとね、そんな時間をお届けできたらなと思いますので、どうぞ最後までお付き合いください。どうぞよろしく。松下さとみの音楽っていいな、この番組は大きなお庭、敷地から小さな個人店のお庭、場所まで綺麗に丁寧に剪定お掃除いたします。東京都調布市にある、神大寺というお寺のそばで営業しています。造園業神大寺の、あ違う、神大の庭、失礼しました、神大の庭がお届けしてまいります。それではですね、今日この1ヶ月間、まあ、台風というお話も最初しましたけれども、台風の他の、まあちょっとね、台風にちなんだっていうのはあれなんですけれども、私松下さとみですね、今月はね結構忙しかったんです。プライベートのことで忙しかったっていうのが正解かな。ね、10月の、そう、まあ、もはや東京に台風が来るぞという10月の、12日の未明、朝、まあ、2時過ぎにですね、横浜の、実家を車で出発して、なんと、東北岩手県北上市に向かって車を走らせていました。これなんでかっていうと、実は私ちょっと、まあ、あの法事があってね、で法事とともに、あの実は私の、実の父の方がですね、約4年前にですね他界しました。その父の、お墓をね、まだちょっと作れていなかったりとかっていう、いうところがありまして、まあざっくばらんというか、ぶっちゃけて言いますと、私の父、私が小学校3年生の時に離婚してるので、ずっと離れては暮らしてて、たまにコンサート見に来てくれたりとか、そうちょっとだけしか、こうちょくちょくしか、ポイントでしか会うことができなかった父だったんですけど、やっぱり長女としては、なんかこう今の、まあ、父の、現在の父のね、そのお墓がないっていうのもあれだな、なんか寂しいなって、まあ、しょうがない、いろんな事情があるからそういうのもあるでしょうということで、今のご家族の人に、連絡をして、まあ、私が、田舎のお父さんの生まれたふるさとに、
分骨して持っていきたいっていう話をしたら、心よく分けてくれてね、私が、持ってきました。その旅だったんですね。で、まあ台風も来るということで、あーなんかこれは大変だぞお父さんを無事に届けられるかなみたいな、いうことがあったんで、まあちょっと不安もあったんですけれども、まあでもこの日を逃したら、その父方の親戚、まあ私の親戚ですけれども、父の姉たち兄弟たちが、まあ、だいぶ高齢してて、で今度このきっかけ逃して会えないとね、また今度また来ますねなんていう話もなかなかできないので、まあ無理してでも頑張って行ってみるかっていうことで、行きました。家族、私の家族と共にね、午前の2時か、明け方2時に車を走らせて、運よくというんですかね、高速に乗ってからもと、全然台風の方が後ろから追っかけてくるような感じだったんで、交通の規制とかそういうのもなかったし、強い風のこう強風に煽られるっていうこともなかったし、もちろん土砂降りの雨っていうのもなく、スムーズに北上の方に向かえました。これももしかしたら、まあ父がこうなんかうまいことやってくれたのかななんて言いながら、車の中ではそんな話をしながらね、無事にね到着することができました。お墓の方もね、兄弟の人たちが、今後まあいろいろみんなお嫁さんに行けばいろんなね場所があるとはいえ、なんかこうお父さんの兄弟たちだけで、別に私たちだけで兄弟で入ろうよっていうようなお墓がこうちょっと作られたみたいで、そこにお父さんを眠らせることができたんですけど、そこの場所がとても素敵で、東北の江釣湖、JR の江釣湖駅という駅があるんですが、そこからちょっと行ったところの本当に周りは、なんていうんですかね、田んぼがわーっと見渡せて、田んぼの向かいにちょっと民家がちょこちょこっとあって、でその田んぼの向こう側には山がね、こう影絵のようにこう綺麗にこうなんていうんですかね、夕方とかになると本当にそこにこう西日っていうか夕日が沈むと、とってもこう影絵のような素敵な風景が広がるっていうようなね、なんかとても味わい情緒あるすごいいいところだなと。そんなところで、なんか雨上がりの、お墓納骨をする時の日にちっていうのが13日だったんで、12日の夜は一泊ちょっと前乗りして泊まっていたんですけど、その日の夜中はものすごく雨が降りましたが、翌日またうまいこと雨がこう去っていって、台風が避けてって、次の日は台風一過のような素晴らしいお空の色になりまして、青い空の下、さやさやとこうせせらぐ、さやさやとこうそのよぐっていうんですか、風に、木々がふわ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 と揺れる中に、お墓がポツンとこう一番いいところにポツンとあるんですけどそこにね置いてきましたけど、いいところで眠れるねなんて思いながら、でそのみんなもね、向こうの、親戚の人たちとも私会えるのも本当に20年以上ぶり、30年ももちろん、いや30年ぐらい会えてない人たちなんていっぱいいるんですけど、そんな親戚にもなんか今のね姿も見せることができて、お会いできたし、なんかそういう風に会ってくれる親戚の人たちも本当にね、なんか優しい、東北の人って優しいなーなんて思いながら、いい思い出をまた一つ、重ねることができたなーという感じの日々を過ごして、日々というかその日をね過ごしてたんですけど、私のホームページには関東が台風が来るから大丈夫ですかってわざわざ心配して連絡をメッセージくれた方々
いたんですけど、ごめんなさい心配もよそに台風から逃げるように東北の方へ行ってましたんで、まあ東京にその日はまあいなかったんですけども、私の住んでいる場所はまあ被害はなかったですが、他ね関東ではいろいろ水没し、冠水しちゃったところとかもいっぱいあったので、まああまりね笑顔で笑顔でこうわーって言えるような話ではないんですけれども、まあでもおかげさまで私のところは大丈夫だったので、今後もねこういうことがなければいいなっていうことと なった時にどう対処しようかってことをまた考えなきゃいけないなとは思いましたけどもね、まあ、とにかく無事にね過ごすことができたことに感謝しております。でね、まあそのふるさとの話に戻っちゃう、ふるさとっていうかお父さんのねふるさとの話に戻ってしまうんですけど、私の記憶の中では小学校3年生からはもう行けてないので、で一回だけ20代の時にたまたまちょっとその立ち寄る機会があって、その時一回はあるんですが、細かいところまでそんな深々こう見に行けてはいなかったんで、あんまりこうその時の記憶も薄いんですが、とにかく目を閉じて思い出すシーンっていうのが小学校3年生ぐらいまでの夏の間の時期で、毎年ちっちゃい時からもう子供の幼い時から夏休みになるとその岩手の、父の方の田舎に帰省するわけですね。お父さんと一緒に行くわけですね、私たちが。そうするといとこが、同い年のいとこ男の子が3人いて、で、そのお父さんの実家っていうのが目の前がやっぱりそれこそ田んぼなわけですよ。田んぼがあって、で、右隣にちょっと斜面になったところにおばあちゃんが大切に育てているトウモロコシ畑があるわけです。夏に行くとそのトウモロコシをいっぱいこうザルにもう乗っけてくれたのを、さとみ食べなっていう感じで、おばあちゃんちっちゃい体も全然ちっちゃいちっちゃいおばあちゃんがあんな背の高いトウモロコシをボギッともぎ取って持ってきてくれるわけですね。お昼夜と夕飯食卓に並ぶわけですよね。それを甘いな美味しいななんつってね食べてました。で、その田んぼの前にある家っていうのは夜になるととんでもないことが起きるんです、真っ暗闇も周りはほとんどお隣とかそんなにないので、で、目の前が田んぼ、裏が林になった、そういった静かな場所にあるんですけど、夜になるとポツンと明かりがその家にだけに灯されるわけです。そうすると、畑にいたカエルたちが一斉にその家のガラスにペタ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 気がつくと山ほどのカエルたちがですね、窓ガラスにぺったんこと張り付いているわけなんですね。青い色したなんか可愛らしいカエルから柄がなんかもう茶色のまだら模様のカエルのお腹をペタッと見せたカエルがくっついてまして、それを知らずにレースのカーテンがパーなんて開けるとキャーひっくり返るようなぐらい、もう正直言って気持ち悪いぐらいの数のカエルがねひっついてるんですね。これは横浜で育った私にとってはかなりの衝撃な、毎年見てもそう思ってました。気持ち悪い。最後の最後までそのカエルを触ることはできませんでしたまあそんなね風景を思い浮かべてましたね、この間行った時。そしてなんかすごくびっくりしたのが、その私がその遊びに行ったちっちゃい時にね、遊びに行っていた時の公園があるんですね。もうだから40年近く、もうだってそうだよね、36、7年は絶対経ってるわけ。そんな前にあの家の横にあった小さな公園、
なんて言うんですかね、ジャングルジムと鉄棒っていう、あとくるくる回るあれメリーゴーランドみたいなぐる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 って回るようなやつ、あれが私の記憶の中でそのまんまの風景で残ってたんですよ。ここに家建たなかったんだと思って、私そこの親戚のお家を見るまではここだっけどこだっけなんてあんまり記憶がパーンと来なかったんですけど、その公園を見た瞬間に、あ、ここ覚えてるっていう感じで、そうするとその公園の真裏に、そのもう一人の、お姉さんの親戚のね、お姉さんのお家があって、ここでも泊まらせてもらったことがあったなっていうのを思い出しました。ただ残念なことに、昔そのジャングルジムの横には、その同じように鉄でできた飛行機飛行機っていうのが、知ってます？飛行機の形した、その鉄でできたやつ、くぐったり潜ったりぶら下がったりできるようなやつ、あれがね、私が子供の頃はあったんだけど、あれから何十年も経った今はなくなってました。それおじさんに言ったら、よくさとみちゃん覚えてたね、あれね、実は最近じゃないけれどもね、やっぱりあのいう乗り物遊び物はちょっと危ないっていうことでね、取り壊されちゃったんだよって、そうなんだ、よく覚えてたね。子供の記憶ってね、すごいもんだなと、なんかあそこでいとこたちとワイワイ遊んだのもやっぱ記憶に濃いんだろうね、残ってるんだねと思って、ものすごく、なんかあったかい気持ちになって、私の途中で止まってしまった田舎の思い出っていうものがちょっとつながって、間はだいぶ空いてますけど、そんなね、いい感じの、思いをさせてもらえたんですよ。ありがたい、ありがたい、ありがたや。そんなことでですね、私、自分の曲の中で、実はその、父方の、ふるさとが岩手県で、今さっきのトウモロコシ畑があったりするところだったんですけど、で母の方の、ふるさとが、いわき市の小名浜というところで育ってるので、そこにおばあちゃんがいて、よくどっちかの田舎に交互にこう行ってたわけですね。夏は岩手で、ね、正月は福島だったりとか、そういうような感じで遊びに行っていたんですね。で、残念ながらというか、私も年齢が年齢なので、二人の、おばあちゃん、おじいちゃんももともと会えない状態だった、いなかったんでね、あれなんですけど、二人のおばあちゃんをもうすっかり亡くしてしまって、なんか寂しいな、なんかおばあちゃんのいたあの風景が懐かしいなぁなんて思っている時にアルバム作りをしていたので、その時に、よし、じゃあどうせなら二人に、を思うように、自分だけの楽しみの歌にはなってますけれども、曲を作ったんです。そんな曲をですね、ちょっと聞いてもらおうかなと思うんだけど私自身ちょっと今スッと気持ちの中で歌ってみようかと思うんで、聞いてもらってもいいでしょうかね。白母という曲です。はい、これは本当二人の祖母に捧げる、曲として作ったんですね。伊代さんと千鳥さん、元気かな。白母の山を見上げると祖母の笑顔を思い出す。帰り道を
丸い声が近づく。松下さとみの音楽っていいな、後半に入るよ。はい、先ほど聞いていただいていたのが松下さとみの白牡という曲、なんかね思い出すようなあーとちょっとしみじみとしてしまいそうな、そんな、思いでね今日も今この時間過ごしていたんですけれども、10月さっきもね言いましたけれども私今月はねいろいろとなんかいろいろとありました。まあその中でもやっぱり大きかったのが今回の、まあ、法事の旅と、で法事の旅に行ったついでにね大沢温泉っていうところで宿泊をしましたよ。いいところですね、北上ってっていうか花巻温泉のすぐちょっと横に大沢温泉というのがあるんですけども、山水閣っていうホテル知ってる方いらっしゃいますか。はい、そこにね大きなお部屋を借りまして私主人母そして、母の友達でもあり父の友人でもある人、そして今岩手の方で頑張っているお友達、その、人たちとみんなで、同じ部屋に泊まって会社なんかこう温泉に浸かりまして、久しぶりの温泉旅館大満喫っていう感じで家族旅行も兼ねてたりしたんですごく嬉しいね、楽しい思い出がまた一つできたんですが、その山水閣っていうのがねすごくね場所が、豊沢川っていうのかな、豊沢ダムのねちょっと下にあるところなんですけど、その豊沢川という川のそばにある、その川を眺めながら入れる、露天風呂とかがねとても素敵なところだったんですけれども、なんかこの豊沢川っていうのは宮沢賢治の童話なめとこ山のくま雲って言いそうになっちゃった、なめとこ山のくまの舞台になったところらしいんです。私はちょっと勉強不足でよく知らなかったんですが、で行ってみるとその私たちが泊まったその山水閣という、そこはもうホテルみたいな感じで、ホテル、旅館、大きな旅館みたいな、とっても
広々として綺麗にこう建てられたところなんですが、その横には湯治屋っていうあの温泉が、まあ、いわゆる湯治場ですよね。皆さん1週間とか2週間3週間とか、まあそこに泊まって自分たちで自炊をして、でお湯に浸かってこう体をね癒すというね、そういう場所、200年前に建てられた、うん、ものが、今でも、残ってて、でそこももちろん今宿泊施設となってて、でその、ホテルから温泉、その露天風呂とかいろんなお風呂に入っていくのに、そこの湯治屋という建物の中を通り過ぎて露天風呂に向かっていくわけなんですよ。だからこうすごくねタイムスリップしたような、本当に言ってみるとね、なんだっけな、そう、千と千尋の神隠し、あれの雰囲気がする旅館、湯治屋、わーなんかすごくレトロで、なんかすごい顔なしが向こうから歩いてきそうみたいな、そういう佇まいなんですよね、作りが。わあ味があるわーと思って、そこをガーッと歩いて、それで、ね、お風呂に入るわけなんですけども、目の前はもう本当にすごい、すぐそば、川のすぐ向かい側に山があるので、その山の木々がまたうわさーっと青い、まだ紅葉が始まる前だったんでね、でもあれ紅葉になる木ばっかり、もちろん紅葉の木だから、秋、これからもうちょっと先になると今の緑色のカーテンみたいなのがドワッとオレンジになって、またこう落ち葉とかがこう川にこう流れたりとかして、それも素敵な風景になるんだろうなぁなんて思いながらですね、ほっこりとしてました。なんかね、なんだろうな、母とも久しぶりに温泉に入るとやっぱりいろいろ親子との時間もね、結構これからどれだけ持つことができるかなと、一緒にずっと暮らしているとは違いますからね、皆さんもそういう方も多いかと思うけれども、ああこういう時間をもっと作りたいななんていうふうなことを思いました。なんかそういうことをしみじみ、やっぱり温泉とか母と二人で、やなんか小さくなったなーなんて思いながら、お母さんのことを見ながら入る露天風呂も、まあ悪くは、まあ寂しい気もするけど、まあ悪くもないかと、ね、また時間をうまく作ってね、思い出また作りに行けたらいいなーなんて思うわけですけれども、まあそれで、まあ無事に帰ってきて、ああ親子ってまあね大事だよね、なんかこういう時間も大事だよねなんて思いながら過ごしていると、今度翌週にはですね、また素敵な、会を見ることができました。というのはですね、私の、そう友人の、50歳になった女性がですね、初婚でこの度結婚をいたしました。すごい初婚で結婚決めましたよ。その彼女は仕事の、まあ、パートナーと言ってもいいと思うんですけれども、私がアップフロントエージェンシーという事務所にいた時のマネージャーをやってくださっていた方なんですけれども、私が30代の時に、結構びっちりマネージメントしてくれている時があって、その時にいろいろなお話を、彼女のね、いろんな彼女とはいろんな話をしてました。そうすると、まあその時ももちろん、彼氏とかいないっていうような状態の中で、どんなタイプの人が好きなんですかって質問すると、福山雅治くんがいいってずっと言ってイケメンもいいところだなっていうようなツッコミで、そんなこと言っていた彼女がこの度
するんですっていう、本当に良かったね、おめでとう。ご主人に会いました。この間パーティーで会いました。めっちゃ男前やん。めちゃめちゃかっこいいじゃないですか。すごいね、ブレずにそこ守ってきたんだって思うような。待っててよかったねってみんなから言われている。もうね、周りにいるね、会社の人間、お友達関係、あの同じ世代の女子からはもうね、あの希望の星になっちゃいましたね、彼女。あ、私たちにもきっとこういうことが起こるんだ、夢を見せてくれています。まあそんな彼女は、まあ、でも本当にね、性格ももちろんバッチリだからこそのゲットだとは思うんですけれども、ご主人もとってもイワイルドな方でね、あのどうやって出会ったんだろうねなんていうふうにみんなで話をしてたら、どうやらあの彼女はここ最近10年近く、あの沖縄の離島の方によくなんか一人で、女一人旅みたいな感じでバカンス楽しみに行ってたそうなんです。でそのご主人も同じようなタイミングの時に行ってたそうなんです。だけどそのなんつうんですか、結局そのなんていうんですか、あの現場で会ってたわけじゃなくて、東京でたまたまその島で飲んでた、あ友達になった同士で集まろうよって言った時に出会ったそうですよ、東京で。だから島の恋ってわけじゃないんだと思いながらも、ね、島には行ってみるもんだねまたそんな話で盛り上がって、なんかご縁があるんじゃない、愛の結ばれる島なんじゃないつって、そんなことを、言って盛り上がってました。ワイワイガヤガヤと。で、この間つい先日ね、そのお披露目パーティーみたいなもの、やっぱりね、本人たちで披露宴っていうのはねやらなかったんですよね。だけどあのなんていうんですか、やっぱり周りが許さないっていうもんで、結局 1,2,3,4,5,6 かな、6回か7回ぐらいお披露目パーティーが それぞれでみんなが仕切って、そこそいろんなグループが仕切ってお祝いさせろと言わんばかりになったうちの私も一つ、そのパーティーに参加しました。とてもいいね、同級生仲間の中に囲まれて幸せなお二人、すごく素敵な笑顔で笑ってましたね。でね、その横にねお母様がねいらっしゃってね、そのマネージャーさんもねすごく背がちっちゃいタイプなんですよね。140何センチかな、5、6センチなのか48センチだったか、まあ、150ないんです。そのお母さんがもっとちっちゃいのかわいいお人形さんみたいな、お母さんでね、お年を聞いたら80歳。うん、お母さん本当におめでとうございます。そしたらもうおばあちゃん、お母様がね、もういや本当によかった、ありがとうございますつってね、ちっちゃい体でもっとちっちゃくなるぐらい頭下げていただいて、もうそんなそんな、いくつになっても娘がいくつになっても親は親っていう感じで、いろんな人に顔こうね挨拶しに、ご挨拶をねしに席回ってもらって、もなんかそれ見てるだけでこっちはもう涙が出てきそうな状態でしたけれども、お母さんもポロッと言ってましたね、お父さんにも見せてあげたかったって、うん、ねえ本当にそれはそうだけどね、それまた聞いたらみんなでううって涙が出そうになっちゃう。でもあれだよ、やっぱり人生諦めちゃいかんねみたいな希望を持っていればさ、そんな素敵なさ、方とまた巡り合って、お母さんとかにもね姿や花嫁姿を見せてあげられたりとかできるんだね。素敵なことだな、結婚ってそういうもんですよね。自分たちだけのものじゃないからね。
でも本当にお母さんはとお母さんはもちろんのこと、私たち友人親戚とかも本当に喜ばしい嬉しい、お式だったっていうかパーティーだったなと思いました。幸せを分けていただけてありがとうっていう思いでしたね。そんなところで私もね、そのマネージャーさん、私の結婚式の時にはそのマネージャーさんもちろん来てくださってたんですけれども、私は2005年か、忘れてる大丈夫そうよね、そうそう2005年に私結婚してるんだわ。結構ベテラン入ってるでしょ、よく捨てられずにね捨てずに捨てられずにまだ仲良くやらせていただいてますよ。そんな私の結婚式の時にも、来てくださった彼女で、彼女もその、もう一人彼女もスタッフとして、バンバヒロフミさん、私のね音楽の先輩でもあるバンバヒロフミさんも私の式にわざわざ来て歌ってくださったんです。今日それをかけようかと思って、でこの歌を歌う時は必ずねあるコメントを言うんだって。この曲はなんかこう今回結婚、されるということで僕が、新曲を作ってきました。聴いてください。私の場合はさとみって言って歌ってくれるんですよね。みちこさんだったら、まあ、みちこもちろんそうですねなんか人の名前をこうつけて歌う曲があるんですね。ではその曲を聴いてみましょうか。なんか結婚気分で、バンバヒロフミさんのこの曲をどうぞ。ひろふみさんの幸子でした、この曲をねギターの弾き語りで、それでは聴いてください、さとみっつって歌ってくれる、お約束のナンバーだそうですけれども、ちょうどね3文字の名前の場合がハマりがいいんですねこれがなんか2文字だったりするとちょっと字余りみたいな歌いにくいそうですよ夕みとかね、まあ懐かしい風景とともに幸せな景色、そんなことを味わえた10月でした。なんかね今日はすごいお便りの方もね届いているんですけど、なんと申し訳ないんですがリクエスト曲をいただいてたんですけれどもなかったんです、こちらにものが、申し訳ないと思いながら、せっかくなので紹介だけでもさせていただきたいと思います。初めての方ですね。こちらはマイメロさん、ラジオネームマイメロさん、深野正史&サザイサザザねザサイドワンダースのオレンジをリクエストします、深野正史さんは下町出身で下町のイベントによく出演されています。閉店してしまいましたが浅草クラウッドの店長さんでもありました。あ、そうなんですか。クラウッドはなくなりステージを拝見することも減りましたが、懐かしいような、ブラスロックが切なくてかっこいいです。リクエスト曲はオレンジ。そうなんだ。で一応インターネットでも見てみたんですけども、なんかつい最近も渋谷の方でライブされてたりとか、活動はね、まだまだ活動はされているということなので、その浅草のお店では、見れないかもしれないけど、足を伸ばせばまだね、この深野正史さん&ザ・サイドワンダースの、
ステージが見れるということらしいですからね、引き続きね、素敵な曲だと思いますので、まだ聴けてないから何とも言えないんだけど、また、マイメロさんもこれからもね、応援なり曲を聴きに楽しみにね行っていただけたらなと思いますね。ありがとうございます、リクエスト曲。ちょっとね今回はごめんなさい、ないですが、でもう一つは、ラジオネームよっこさん、今は亡き母へ娘からのメッセージソング、2015年に、全国発売された歌手朝霧あやさんでいいかな、あやさんの母へをぜひとも流していただけたら幸いです。亡くなったお母さんに捧げるために書き下ろした実話で涙が出ます、よろしくお願いします。だって朝霧あやさん母へ、これもね探したんですけども曲になかった、ごめんなさい。用意できたらと思ってはいるんですけど、私一回じゃあネットでちょっと、ゲットしてと、聞いてみます、なんかの形で聞いてみますなんか YouTube とかにアップされてましたね、この朝霧さんね、あと聞かせていただこうかと思います。放送聞いている人で、あーあの人ねってわかる方がいたらね、あー知ってる知ってるって今なね、うんうんうんって思ってるかもしれませんね、ごめんなさい、私は知らなくて初めて、出会うことができたので、これちょっと、チェックしてみたいと思います。よっこさん、マイメロさん、ありがとうございます。あとね、まあいつもの、ライタ君も毎回いつもありがとう。さとみさんこんばんは。こんばんは。ライタは先月末に iPhone デビューしました。あ、そうかい、おめでとう機種変して1週間は設定関係でミスが重なりバタバタして、先週あたりからようやく普通に使える状況になりました。うん、さっき Facebook の過去の思い出をって、通知で7年前の今日探し求めていたさとみさんのデビューアルバムドキドキのアナログ版が手元に届いた日だと分かりました。そうなの、7年前の10月の今日は24日、2012年あ、そう、アナログ版が手元に届いたんだ、すごいね。さとみさんの作品を集め出してすぐに通常版を入手できたのに、アナログ版だけが見つからず、噂だけで実際は発売されてないのかなって思い諦めて十数年が過ぎた時、友達から、あるよって教えてもらったので手にしましたと。アナログ版があるってことはカセットもあるんじゃないかと思い、今カセットテープのドキドキを探しています。ありがとうございます、ご苦労かけてますまあね、なかなかね、あれですよね、もう貴重な作品たちになりますので、私のレアな手に取るのも大変でしょうし探すのも大変でしょうけれども、うん、まあ、うちの家にはもちろんありますけどねまあそれはなんて言うんですか、プロモーション用のねやつですから、そうお渡しすることはできませんが、ありますよ、でもね嬉しいですね、そうやって探し求めてくださる人がいるっていうのはね、はい、ライタ君ありがとうございます。そしてね、今なんか来たね、わあ生放送っぽいよ、これ来たよ、なんかポキンって、こちらは春崎さん、ゆいさんです。ご無沙汰していました、秋めいてきましたね、紅葉はいかがですか、見えますか、さとみさんだけのラジオ、心配して聞いてましたが、今やパパッと、さすがさとみさんの頭フル回転パワーに脱帽してしまいます。そんなことないよ危ない危ない
これ今日はモンチッチちゃんと一緒だからね、寂しいから、もう一人でいると寂しいから今日はモンチッチちゃんをね持ち込んできました。そう、これ局にあるやつね、局に飾ってたやつを借りてきました。もちろん、さとみさんのライブもまた近いうちに見たいです。何より今はお母様の健康を願ってますね。ありがとうございます。ちょっとね、先月ちらっと話しちゃったけど、私の母親がの左の方の脳梗塞で、あもしかしたらダメかも、動けないかもと思ったら、2日後ぐらいにはちゃんと足が動くようになって、普通に歩行もできるという奇跡の、回復を、できた、回復ができたという、それで一緒に法事にも行けたんで、奇跡の本当にお父さんの力かもしれんねなんてまたその時も言ってましたけど、おかげさまで元気に、暮らしていますので、ちょっと安心しましたね。お母様の健康を願ってますね。リクエスト曲はあなたがいてくれたから、こんな時こそ聞いてみたいですね。さとみさんも寒くなりましたから、お体など風邪などひかないよう大事にしてくださいね。ありがとうございます。春崎さんも、皆さんも、リスナーの皆さんもインフルエンザ早いらしいからね、今年気をつけて暮らしてください。じゃあそんなことでリクエストをいただいたので、私の、そうですね、私の曲、今日はねオンパレードになりますけれども、松下さとみネクストドアにも収録されております、母がいてくれたからと書いて、あなたがいてくれたから、聞いてください。小さくなった
しかったあの人、選ばず私の幸せのためにその愛を諦めてしまったから、松下さとみの音楽っていいな。来月は11月の28日にお会いしたいと思います。本当に体も心もちょっと寒くなりそうな冬がやってきますが、お財布の中身だけは暖かくなりたいねいやらしい、でも、心はでも寒いと言ってもね、人のぬくもり、心のぬくもりというのは、深まっていくような気もします、秋って素敵な秋をお過ごしください。それではまた来月まで、さようなら。いてくれたから寂しく